はいどうも、りょうへいです。お願いします。はい、本日もありがたいことに、モンタナスポーツさんで撮影の方させていただいております。はい、本日は、ちょっとキャッチャーミットの方を、紹介していこうと思います。1個目は、かなり有名なキャッチャーミット、まず一つと。で、その後に、モンタナさんのインスタグラムで、お、やべえの入ってんじゃんというのが見つけたので、それをまず1個、紹介していこうと思います。ちなみに、どちらも、公式のキャッチャーミットで、どちらもめちゃくちゃ硬いミットになります。硬いで分かる硬いで有名な、メーカー2つの、ミットになります。それでは、やっていきます。まず1個目のミット。これはね、僕も大好きなメーカーのミットになります。それが、はい、こちら畠山の公式キャッチャーミットになります。こちらなんですけれども、M8 って書いてあるじゃないですか。中日ドラゴンズの谷繁選手の型が元になっています。M8 型。で、特徴としては、大きくてかなり深いミット。結構丸いですよね。丸めなミットなんですけど、大きくて深いミット。になっています。確か、大魔神佐々木投手のフォークボールを取るために改良していって、大きくて、深いミットになったっていうのを聞いたことがあります。いや、すごいですよね。抑えピッチャーの球を取るのに、その1イニングの球を取るのにミットを改良してくっていう、どちらかというともう、なんか佐々木投手の凄さを実感するミットだなっていう、型だなっていう感じがします。で、こちらなんですけれども、まあ、特徴として今言った大きい以外にも、親指の芯がめちゃくちゃ厚いんですよ。なんで、これも多分佐々木投手のフォーク取るためだと思うんですけど、取ったら離さないように、ここで入ったボールをこうやってしっかりとロックする。だから、ここのくぼみもかなり分厚いんですよ。かなり奥に入り込んでるので、まあ、本当に掴んだら離さない。はい。和牛ですよ。和牛ですよ。いい皮使ってますよ。だってね、もう普通にしててもツヤすごいですもんね、これ。新品でこのツヤですからね。とんでもね、すいません、はめさせていただけるということだったんで。全く動かないです。本当に動かないです。しかも、畠山さんって、確か、湯もみしないでっていうメーカーで言ってるんですよ。じゃあどうやって柔らかくするのっていうところは、伝説のオイル、SF-1 があるわけですよ。SF-1 をシュッシュ振って、揉んで、ミット、マシン受けたりとか、投げてもらう球でもまあいいんですけど、一番はマシンの球を大量にバチンバチン当てながらとか、取りながらとかっていうのをやっていって、高校生で1年でよくなるか使えるようになるかなっていう、まあ半年じゃ、だいぶまだ型全然つかないんじゃないかなっていう、本当にそのレベルの方です。僕も高校の時に、これとはまたちょっと種類が別なんですけども、畠山のシェラームーブの M2 という、浅くて、ここが分厚いミットを使ってたんですけども、そちらもまあ時間かかりました。で、なおかつ、僕の開拓屋選手モデル、軟式用の、開拓屋選手モデルでも、僕まだ正直言ったら硬いな、思うこともあるぐらいなので、さすが本当に一切動かないんで、マジで硬いです。なんで、これがある程度動くようになってきた時に、まあ、ブルペンね、音がこもるところとかで取ったら、とんでもない音になりますね。まあ、M2 で結構僕レベルの、キャッチング技術でも、めちゃくちゃ高校の時、ブルペン屋についてたので、音こもるので、そういった時にはかなりの音が鳴ってたので、これはすっごい、もう高校生ぜひ使ってほしいなといったようなキャッチャーミットになっています。で、こちらお値段が 53,900 円となっています。いや、でも公式用のミットで、だったら結構安い部類に入る。まあ普通か安い部類に入るんじゃないかなっていう。水のプロとかプロステータスよりかももしかしたら安いんじゃないかなと思います。なのでね、手が出しづらい、まあ公式用なんで、いろいろとちょっと考えて買わなきゃいけないところはあると思うんですけども、型的にはまあ深くて大きくてなので、誰も使いやすい、ミットなので、キャッチャーの方なんかはぜひ、ご検討されてみてはいかがでしょうか。はい、じゃあ2つ目ですよ、2つ目。こちら、ちょっとモンタナさんのインスタグラム見て、驚愕でした。すげえなと思いました。そのミットが、はい、こちらかなめかなめミットです。はい。いやー、これも、まあ、こんなの見ないでしょっていうような特徴だらけのキャッチャーミットです。まず、1点目。まあ、ここですよね。レースの閉じ方、クロスになってます。こういうことによって、より、キャッチャーミットは、高野球でも、本体カラーと紐の色が違くても大丈夫なので、まあそういったところでこうやってやると、的になるんですよね、これが。マチの部分の色を変えたり、ターゲットって高校野球じゃ付けられないんですけども、その代わりになってくれるが、まず1点となります。ウェブですよ、ウェブ。これ、エッジがついてます。ここが屈曲しやすくなりますね。これによって。で、ここで強度増して、ここで屈曲しやすくする。すげえなって。それが2点目。で、次、ここですね。見えづらいんですけど、ここの中にパッドが入ってるんですよ。こうやって、ちょっと色変わってるの分かるかな。パッドが入ってるんですよ。だから補給した時に、ここのところにパッドがあるから補給しても痛くないと。しっかりとバシンと、冬でもバシンと取れるというのがまず3点目。またちょっと内側なんですけど、薬指リング入ってます。グローブ内での動きを防ぐことができる。より高いフィット感を得ることができる。っていうのが4点目。そして、ここなんですよね。ムートンが入ってないんですよ。ここ。クッションになってるんですよ。だから、ムートンも汗かいてくると、だんだん、匂いが溜まったりだとか、フィット感がどんどん薄れていっちゃうんですけども、これはもう元々クッションだけなので、そこは変わらずずっと同じ感覚で使うことができる。こちらが5点目だっけな。色々と紹介することが多くて、何点目だったか忘れちゃったんですけど、こちらも全く動きません。本当に硬いです。で、結構大きく見えるじゃないですか。でかい分、大きい分っていうのと、あとここが長いんで、片付けしたら、むしろハンドリングかなりしやすそうなミットになるみたいです。これちょっと完成形とかも見れたらすごい楽しいですよね。面白そうですよね。はい、こちら、値札がかっこいいですけども、お値段が5万円になります。さっきの畠山のミットより安いんですよ。いや、めちゃくちゃいい。これ本当に。これも結構時間かかると思います。片付けに。ただこっちなんかは湯もみしてもいいんじゃないかなっていうような革質もしてるので、なるべく早く使いたいとかっていう方は、とか、無理やり型作ってどんどん悪くなりたくないっていう方なんかはいいのかなと思います。そしてお値段紹介した後で、申し訳ないですけど、もう一点見つけました。そこが、親指の待ちの薄さと、ここのカーブが、多分昔あったやつよりかも薄くなって曲線を描いてるような気がします。なので、さっきの M8 とはちょっと違うんですけれども、ここに取るときに逆に当たりづらい。取るまでがしやすいとなっています。なので、ここに屈曲があるので、ここにポケットもできやすいんですよね。っていうのが、さらにポイントとして挙げられるのかなと思います。はい、ということで本日は、こちらの畠山と、こちらの要ミットのご紹介の方をさせていただきました。なんすか？あ、サングラスが違う？そうなんですよ。よく気づきましたね。ちょっとね、僕は所沢で川越近かったり、実は、生まれた場所は川越だったり、川越の名物といえばお芋ですよ。さつまいも。ちょっとさつまいもチックなね、秋をイメージした、こちらの100の方、つけて撮影させてもらっています。はい、すいません。2回連続失礼いたしました。はい。すいません。完璧にネタです。申し訳ないです。気を取り直して。こちら、畠山のやっちゃミット、要ミットの方をご紹介させていただきました。あと、プラスで100の方。ということで、どちらもね、5万円台で、5万円前半かで手に入るミットですし、すごい、頑丈？質もいいし、頑丈だし、で、それぞれの特徴としては全く別なミットなので、どちらかは合うんじゃないかなと思います。気になった方はぜひ、モンタナスポーツさんへお越しください。ということで、本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタン、よろしくお願いいたします。それでは、ありがとうございましたー！ 11 月のプレゼント企画、行きましょう。こちらね、浜沢のグローブ、こちら。はい、視聴者プレゼントということで、僕らが実際に1回使って片付けもしてある状態で、プレゼントします。これ14のか14のか。いや、もうそれだって、伝統の玉沢さんですね。そう、伝統の玉沢さんなんで、で、これを使った理由とか、もらった理由っていうのは、前原スポーツさんからこちらいただいたんですけど、1万人達成しておめでとうっていうお祝いでいただいたんですよ。で、こちらを視聴者さんに、翔平 TV の視聴者さんにプレゼントしてくださいねって言ったんですけど、まあ初めてのキャメルのグローブ、どんなものかちょっと見てみたい。ちょっと使ってもいいですかね。使って、ノックして片付けつけて、その状態で、まあ、プレゼントするっていう話を。まあ言っちゃえばでも片付け済みだからすぐ使えるって言ってればいい。そうですね。言い訳だけどね。そう。ロン T120 飛ばす翔平が使ってたグローブです。守備じゃない。ちょっと違うか。背面はね、綺麗なんですよ。背面綺麗ですけど、まあ補給面はまあしょうがないですよね。磨きます。良平さんの手入れをした状態で、綺麗にした状態で送られるんで。責任重大。汚すだけ汚してって。こちら、応募条件がいくらかあるんですけど、動画の概要欄に一番上に貼ってます。前原スポーツさんのインスタグラムをフォロー。はい。そして、翔平 TV のチャンネル登録。そして、この動画、今後ね、出るであろう。発表までの動画に、何回でも OK。熱いコメント。前原スポーツさんのグローブ欲しいです。玉さんのグローブ欲しいですとか、熱い気持ちをコメントにぶつけてください。それで11月末に発表します。10月まで発表しないんで、ちょっと先に言っちゃうんですけど、11月30日に当選発表しますんで、まあ、こちらももらえるということで、今ね、10月末はデサントのグローブ、内野手用。で、11月がこちら。なので皆さん、ぜひともチャンネル登録、コメント、高評価、インスタのフォローよろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それでは、ありがとうございました。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売。購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破。皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。